本日整体光信です。今回はね、首と肩編をやっていこうと思っております。このね、首と肩ってやっぱりね、最近はね、ストレートネックとかスマホの使いすぎとかパソコンの使いすぎとか、まあ何かしらね、タブレットとかああいうものを使う傾向が高くなってきてるので、どうしてもね、首とか肩とかってね、やっぱ疲れが溜まりやすくなってくるんですね。で、その特にこの首のところっていうのはね、首のね、ちょうどね、根っこのあたり、まあ頸椎で言ったらね、まあ、首の骨ってまあ一番上から 7つあるんですけども、7つ目とか6つ目とのあたり、ちょっと首の付け根ですよね。ここがね、一番ね、やっぱり凝りが溜まりやすい場所になります。なんでかって言ったらね、頭の重さっていうのはボーリングの球ぐらいの重さがあるので、それをね、支えるための土台のところになるので、どうしてもね、疲れが溜まりやすい場所になるんですよね。で、今ね、そこのね、片側を押さえてますけれども、ここは首と肩と肩甲骨の付け根になってくるので、どうしてもね、ここってね、硬くなりやすい場所なんですね。で、ここをね、やっぱり皆さんね、ぐいぐいしっかり押されてほしいっていう人って結構おられます。で、ここはね、マッサージ的にとかいうか、まあ整体師、悶絶整体的に言っても押さえづらい場所なんですね。で、この押さえづらい場所、なんでかって言ったら、肩と首と肩甲骨と複雑に筋肉が絡み合ってて、押さえにくいのと硬いのとね、まあ、とりあえず押さえにくいんですよ。だからね、ここが、まあ、施術する人が、この動画を見てるんだったら、ここをしっかりね、できるようになったらお客さんってたくさんつくようになりますから、ぜひね、ここの技術を上げてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、ここはね、肩甲骨のところでもね、なんていうのかな、背中側辺と胸の方の方もまあ、硬くなってきたりとかする人が多いです。で、胸の方が硬くなる人っていうのは、やっぱりね、スマホとかタブレットとかをこう覗き込んでずっと見ちゃうタイプの人で、そういう風な人はやっぱり硬くなりますかね。で、今触っていってるのは三角筋。三角筋っていうのは、まあ、50型とか40型とか腕が上がりにくくなりますよみたいな場所になるんですけれども、この三角筋っていうのね、あとやっぱり何回も言ってるけど、スマホとかタブレットとかそういうところをね、押さえて持ってたりとかすると、やっぱり硬くなる場所なんですね。で、どうしてもね、そのスマホとかね、とかあと筆圧が強い、字を書くのが、どうしてもね、ガリガリ書いてしまう人とか、そういう人にとってもね、やっぱりこの場所っていうのが硬くなってしまう場所ですから、まあね、もしね、字を柔らかく書けるとかっていう人だったらね、それをね、やっていただいたらいいんだけれども、この癖っていうのはね、なかなか取れないんですよね。この取れない癖をね、しっかりね、改善しようと思っても無理な、なかなかなので、こうやってね、当店みたいな悶絶整体に来ていただくか、もしくはね、ご自身がお住まいの近くの、マッサージ屋さんでしっかり緩めてもらってください。で、まあ、これ右と左のね、肩の凝り方ってやっぱあるんですけれども、やっぱ右側がね、日本人は特に硬いかな。で、右側の今押さえてるところね、天柱風池っていう場所になるんですけども、その天柱っていうのが、まあ目の疲れで、風池っていうのが耳の疲れとか言いますね。まあそこが凝ってる人、まあやっぱり目の疲れが多いですね。今押さえてるのがまた先ほど言ったね、首と肩と肩甲骨の場所です。で、ここの場所もね、しっかりと緩めてあげるとね、やっぱり効果的にね、緩んでくれます。で、ここの肩甲骨側って言ったらいいのかな、肩甲骨側の方の方がより硬くなる人が多いんですよ。で、前の方まで硬くなる人っていうのはね、結構ね、仕事で責任を与えられてる人とか、結構プレッシャーがかかっている人なんかが多い気がしますね。なので、まあ、この背中側はね、ご自身でもなんとかすることができます。テニスボールだったりとか、背中を伸ばす中山式とか、なんかいろいろありますよね。あと骨盤職人、あとストレッチポールとか、そういうのでね、この背中をグリグリとちょっと伸ばしてあげてもいいかもしれません。私はね、結構ね、毎週通うような、公園で背中伸ばしの椅子とかあったりするの知りません？知ってる方おられたら、そこでね、私ね、ちょっといつもね、子供がわちゃわちゃ遊んでるあたりぐらいで、背中をグイグイグイっと伸ばして、この辺バキンって伸ばすところまでやってたりとかします。なのでね、ああいうね、公共機関にある、まあ、
ね、公園の中にあるやつで背中を伸ばしてあげたりとか、あの肩甲骨を押してあげたりとかすると、ね、結構楽になったりするんで、もしねお近くにあるような方があれば、それもねあのちゃんとね活用してみてあげるといいですよ。ただし一つ不審者にならないようにね気をつけましょうね。はい、それだけね。でまあ、 あのここのね肩甲骨肩とか押してってますけれども、取ってでもやっぱり肩だけやってほしいとかいう方来られるんですけれども、肩だけやってもやっぱり緩まないんですよね。違う動画でも話しましたけれども、手の疲れが上がってきたりとか、背中の疲れがどんどん上がってきたりとかすると、どうしても硬くなってしまうっていう傾向が強いのでね、そんな感じです。でそれを緩めるとやっぱね背中の方が緩んできましたねみたいな感じになってくるんですね。でこれね伸ばしていってね、あ違いますよねってやってますけども、ここっからね何をするかって言ったらね、首の骨をきれいに元に戻していくソフトカイロプラクティックっていうのをやっていきます。でどうしてもねソフトカイロプラクティックっていうのはどういうことかって言ったら、人間の体って筋肉が硬くなってしまって骨がずれてしまうことがあるっていうのと、骨がずれることによって筋肉が硬くなってしまう人っていうのがおられるんですね。なのでね、この方はどうしてもね抑えてたら、どうしてもその首の筋肉の凝りというよりかは骨がずれている感じだったので、その骨のずれをこう下から指をぐーっと押さえていって取っていってあげるソフトカイロプラクティックっていうのをやっていっております。どんな感じかって言ったら、なんて言ったらいいのかな、積み木、だるま落としって分かります？もうちょっと古いんですけれども、まあ、積み木をいっぱい並べて、並べてたのが触っていくと、こっちの方に積み木が出てるよとか、こっちの方に積み木が出てるっていうのを指でこうグーッと押さえて、テンション力をかけて押さえていってあげると、その首の骨っていうのはね元の位置に戻ってくれるんですね。でそうなることによって、首の筋肉ってゴムみたいなもんですから、引っ張られてたのが緩んで筋肉が柔らかくなって、肩こりとか症状、まあ、例えば あとは、頭痛とか偏頭痛、目の疲れ、見え方とか、首の動きが良くなったりとかねしていくんですね。でそれをねゆっくりやってあげるとね、受けてる時これはねバキバキとかしないので、受けてる間とても気持ちいいです。もう寝れるぐらい気持ちいい。本当飴とムチだったら飴の状態ですね。でねここをねしっかりとこうね角度をつけて緩めてあげるっていうのがとても気持ちいいんですね。いやですからね、皆さんね首がしんどくてどうしてもこのソフトカイロプラクティックやってほしいっていう方はね、10分間の延長とかね、頭の気持ちいい10分間コースを追加とか、先生首をちょっとなんかずれてる気がするから最後にやってほしいなとか言っていただければ、ここの状態ができたりとかします。これ裏技の話しておきますね。で、バキバキしようとするとまた別途お金はかかるんですけれども、まあ、首だけだったら、まあ、今日はいいよとか、ずっと来てくれてる人とかだったらね、そんな風にやっていったりとかもしたりもしてたりします。でこうやってねゆっくり押さえてるんでしょう。地味にね実はねこれ私やってるんですけれども、押さえるよりねこう指で頭を上に押さえていく方がこれとってもしんどいんですよね。なんかしんどそうな顔してるでしょ。なんでかって言ったらね、指がねこうグーッと押さえるだけで、ね、めちゃめちゃね疲れるんですよ。まあだから やりたくないんですけれども、まあ、やってあげないとねこのね首の疲れっていうのが取れてくれませんから、まあそれをねしっかり緩めてあげるとね効果的ですね。で人によっては右側の首とか、まあ、左側の首、まあ、場所によって違う、まあ、人によって違うんですけれども、そこを押さえていってもなかなか動きが取れにくい方っていうのも実際いたりします。これはねもう生活習慣病であったりとか、その人の生き方、あとまあ生活の方法とかでどうしてもここが硬くなってしまうっていう、個人差っていうのかな、その差はね絶対出てきます。特にね右の首の、まあ、第二頸椎のあたりとか、今度はいやいや私は反対側ですとか、
あとは首の骨の4番目のあたりとかであればね、ちょっとなんか喉の違和感が出てきたりとかする人、そういう人なんかにもね、出てくる場所はね、まあその骨の場所によってまたズレがの症状とか変わってくるんですけれども、今押さえてるのはだいたい骨の2番目の首のちょうど付け根あたりのところをね、しっかり緩めていって、頭とかを取るような感じでしていってますよっていう風な感じですね。これね、確かに、ね、受けると気持ちいいんですよ。で今ね、あのメンバーシップの動画の方ではこの、ソフトカイロプラクティックの方法っていうのを解説していってます。まあね、本当にね、そのカイロプラクティックっていうのを勉強したい方であれば、そのね、あのメンバーシップ入っていただいて1ヶ月も入ればね、全部見れますから。でも、もうこんなんだったらいいやつってね、解約していただいても構いませんし、とりあえずね、技術的な情報はね、私全部開示してますので、それでね、見て勉強していただければいいんじゃないかなと思います。でまあ、あの解剖学とかに関してね、詳しく勉強したい方っていうのは、他の方々でもね、解剖学が詳しい方っていう方の動画とかを見ていただいた方が絶対的に勉強になります。あとはね、筋肉ね面を覚えようと思うのはその個人のね、勉強の仕方ですからねっていう感じです。でまあね、終わったらほら、すごいとっても気持ちよさそうな顔されてるでしょう。やっぱりね、首のズレを取るとね、やっぱりね、かなりね、疲れが取れるんですね。はい、じゃあこんな感じです。これ終わったら、はい、どうですか、あ、気持ちいいですねみたいな感じで悶絶整体が終わるわけでございます。でね、1回やったらね、どれぐらい効果が持ちますかとかよく聞かれるんですけれども、髪の毛を切った後ですよとか、髪の毛を染めた色を染めた後ですよみたいな感じでお伝えします。1回染めてもね、2、3ヶ月したらやっぱり髪の毛が伸びてきて、色は、ね、まばらになるように、整体もね、そんなにね、1回やったからってずっとスッキリするわけではないので、それを目安にね、まあ、3ヶ月その方がなったら罰則が発生するみたいな感じです。さあ、以上、悶絶整体三つの子でした。またね、バイバイ。